はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、梅園るいです。ということで、今回はスキビディトイレね、69話のパート1が出たということで、早速見ていこうと思います。はい、ということでどうだったでしょうか。ということで早速考察やっていこうと思います。はい、ということで1個目はこれですね。こっちの下の左下の方に骸骨があります。これ人間のですね、多分人間、うん、人間のだと思います。カメラマンは多分ありません。はい、ということで2つ目はここですね。ここは全く関係ないんですけど、これはあの踊ってるスピーカーマンはあのなんか滑ってます。はい、ということで3つ目はここですね。これはハッキングみたいな感じで扉を開けたりするやつなんですけど、これはスマホかな、スマホみたいなやつで、やってたっぽいですね。このカメラマンの腕にねついてたわけじゃないっぽいです。です。はい、ということで4つ目はこのスピーカーマンのブラックスピーカーマンのところですね。これ目の部分かな、これここがねちょっと割れちゃってるんですよね。うん、割れてる、うん、割れてますね、割れてると思います。はい、ということで最後ですね、これこの帽子かぶってるのはなんかのスキビディトイレなんだけど、これ普通のスキビディトイレじゃないらしいですね。ちょっと何かはよくわかんないんですけど、これなんだろう、この帽子かぶった、まあ、もしわかればなんか書いときます。なんか投票みたいなやつあるじゃん、あれみたいなやつで書いときます。はい、ということで皆さん、分かったかもしれません。この帽子かぶってるやつは多分マイケル・ジャクソンですね。多分そうです。僕が間違ってたらごめんなさい。はい、ということでどうだったでしょうか。
はい、ということでどうだったでしょうか。今回ね、このスキビードウェイ69話パート1を見て、正直ね、ちょっとね、カメラマンたちちょっとね、油断してたかなって思いますね。みんな踊ってたしね。で、結果的には4、5人になっちゃったっていう、まあ、悲しい感じのやつですね。他に仲間来ないのかな。まあね、みんな無事でね、いることを願います。僕は。ということで、この動画がいいと思ってくれた人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。